どうも、木原です。今日はですね、チャンネル登録者数3万人達成動画になります。ありがとうございます。本当にありがとうございます。このね、登録者3万人という、登録者はですね、本当にね、見ていただいている方がですね、もしかすると、木原が言ってる動画は、ためになることがあるかもしれないな、ちょっと登録しといたろうかなと思って登録していただいていることと思います。本当にね、そうやってね、思っていただいて、見ていただいている方がいるっていうふうなことでですね、すごくね、嬉しいなっていうふうに思います。本当にありがとうございます。でですね、ちょっと補足なんですけれども、僕のチャンネルはですね、YouTube のその分析っていうツールがあるんですけれども、そこでですね、チャンネル登録をして見ていただいている方と、チャンネル登録をせずに見ていただいている方の、どういったですか、割合がわかるんですね。で、その見たところ、9割方がですね、チャンネル登録をせずに見ていただいているっていうふうなことを、データでわかっているんですね。で、できればですね、この3万人達成動画をこう撮ってるこの時にですね、ぜひね、チャンネル登録ポチッと押していただければですね、また、有益な情報だったり、この植木に関わるね、有益な情報だったり、いろいろ発信していけたらなっていうふうにも思ってますので、ぜひね、出し惜しみせずポチッと押していただけたら嬉しいなっていうのがちょっと補足で話させてもらいます。でですね、感謝っていうところで言ったらね、もちろん一緒に働いてるね、仲間の支えあってこそやなっていうふうにも思っていますので、そちらにつきましても本当にありがとうございます。なんかね、ちょっとずつですね、この YouTube を初めてですね、喋るのが慣れてきて、流暢に喋ってて、こう、感情の起伏とかがですね、なかなか伝わりにくかったりするかなっていうふうにも思うんですけれども、もう3万人っていうのはですね、かなり嬉しく思っています。というのもですね、今9月の末日、9月30日に動画の方を撮ってるんですけれども、10月にですね、僕はですね、去年も行ったね、ガーデンエキスポっていう幕張であるイベントに、また参加しようと思います。今回はですね、前日っていうわけにはいかないんですけれども、もちろんね、造園パートナーズの大森さんともあってですね、対談動画っていうのも撮らせてもらおうかなっていうふうにも思っています。で、ちょっと内容とかはね、まだ全然決めてないんですけれども、できたらね、中身のあるものをできたらなっていうふうにも思ってますので、3万人達成もおめでとうも込めてですね、そんな動画が作れたらなっていうふうにも思っています。で、嬉しい理由としたらですね、去年、そのガーデンエキスポというのに参加させてもらった時は、登録者が2000人しかいなかった状態、参加したんですけれども、その時でもですね、僕のことを見てくれてるっていう、そのブース相談している企業さんだったりとか、あとは興味を持って名刺をいただける企業さんだったりとかがいらっしゃったんですけれども、今年はですね、なんと僕も、皆さんのおかげでですね、3万人フォロワーがいる YouTube をやってる植木屋という、こう、名刺を携えてですね、またガーデンエキスポに参加しようと思います。本当にね、それは僕の中では嬉しいことやなっていうふうにも思っているので、楽しみやなって、去年とどういうふうに違う、自分で、そこに参加できるのかなっていうのと、あとは大森さんとね、食事を、約束しているので、その時にですね、今年ちょっと、容量というか、内容が多いんですけれども、法人に僕は、植木の事業所からね、法人っていうのを立ち上げさせてもらってですね、そのあたりについてもですね、大森さんとまた話できたらなっていうふうに思っているので、勉強という意味ではですね、すごくね、ワクワクする、日がね、来月あるんで、それは楽しみにしています。で、今日はですね、達成動画でおめでとうございますっていうのと、僕のこのチャンネルでは、ですね、独立を考えてる人だったりだとか、はたまた後ろにある大きい樹木を切りたい人だったりとか、はたまたこの草が生えてる草刈りをするために、草刈りの技術を知りたい人だったりとか、はたまたロープワークを覚えたい人だったりとか、いろんな方がいると思うんですね。で、そんな中、僕自身はですね、このチャンネルの趣旨としてはですね、一緒に働く仲間っていうのが欲しいっていうので、僕がどういう人間かっていうのを見てもらうっていうチャンネル運営にもしようと思ってやってますし、あとは、
僕が、携わる地域ですね。まあ、兵庫県のこの西宮という、ここも西宮なんですけどね。この西宮という地域でですね、こういうやつが植木屋の仕事をやってるっていうのを見てもらえたらなっていうのも含めてですね、こういう動画のね、発信活動っていうのをやっています。でですね、この10月ね、また一番忙しくなるこの時期にですね、僕は、反則ですね、まあ言ったら営業活動っていうのをですね、現場をたくさんこなしながらやっていくっていうのを決めました。でですね、今回はですね、この、僕がいる半径20キロのエリア内でですね、チラシっていうのをむちゃくちゃたくさん巻こうと思ってですね、計画を立ててですね、チラシの、ポスティングをする予定にしています。まあそのチラシにはもちろん僕が YouTube をやっていることも載せてますし、YouTubeを見てもらうために誘導するチラシの構成をしてですね、チラシを巻こうと思います。で、テスト的にはそのチラシは、そうですね、今年の5月に巻いたんですけれども、まあその時はね、まだチャンネル登録者も1万人もいないような状態だったんですが、今年はですね、大々的にですね、登録者が3万人いるっていうのを歌い文句にですね、チラシを巻いてみようと思います。これからのまあその SNS 時代にですね。実際に地域密着でですね、SNS を発信してる植木屋っていうのがですね、僕の地域では、まあ大きいところで言ったら、YouTube チャンネルって言ったらね、神戸の黒田社長ですね。植木屋の黒田社長っていう方と、むちゃくちゃ近い地域で言ったら、植木屋県チャンネルっていう、チャンネル運営をされてる、健造さんっていう方がね、やってるこのチャンネルがあるんですけれども、大きくこの2つのチャンネルが、僕の地域では、すごくね、精力的に YouTube 活動をやってる、SNS の発信活動をやってる、植木屋さんっていうふうに僕は認識しています。で、ただ、どういうふうに反則をしてるのかとか、どういうふうな営業活動をしてるのかとか、僕はわからないので、僕はですね、今回はこういうふうな営業してるよっていうのをですね、個人事業主でやってる方だったりとか、あと企業さんでやってる方だったりとかの、反則、のね、こう、手の内を見せるじゃないですけれども、まあ、みんな、ね、少なからずやってると思いますんで、どれぐらいの、規模でやってるかっていうのはですね、まあ、ちょっと、それは内緒にしようかな。でも、何万枚っていう、ね、どういったんですかね、僕が携わっているエリアで何十万枚みたいな感じで巻いていこうかなっていうふうに思っているので、まあ、すごくね、初めてのことで、まあ、もちろんお金もたくさんかかってしまうので、成果が出たらいいなっていうところでですね、まあ、この今動画も撮っています。で、まあ、それはまあ僕の営業活動の話なんですけれども、まあ、独立についてっていうところでも結構興味のある方とかもたくさんいらっしゃる、たくさんではないか、まあ、コアなファンですね、がいらっしゃるので、まあ、せっかくなんでそういう話をちょっとしようかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、最近あった気づきとか、ここ、1、2年ぐらい YouTube をやってての気づきっていうところの話をしようと思うんですけれども、まあ、そうですね、独立をしたいと思ってる、植木をやっている人っていうのに、僕は何人かお会いする機会がありました。まあ、若い方が多かったですかね。20代の方だったりとか、まあ、30代の方もいたんかなっていう感じで、お会いすることがあったんですけれども、まあ、その人たちの共通点と、まあ、そのままでは多分独立って難しいよねっていう話をちょっとしようか。まあ、ちょっと辛口トークになってしまうんですけどね。しようかなっていうふうに思います。で、まあ、僕が独立したいなって思ってる人らに会った時に、感じた共通点ですね。共通点で言うと、情報は取りに来るっていう感じですね。どうやったら独立できるんですかって。何をしたらいいですかって。どうしたらできますか、どうしたらできますかっていう情報を取りに来る方がすごい多かったなっていう印象があります。で、それもすごくいいんですけれども、じゃあ、今の君だったら、これぐらい、こういうことをしたらできると思うから、明日やってみたらって言って、する人っていうのは、経験上ゼロ人でした。数人ね、お会いして話しましたけれども、なんて言ったらいいんですかね。まあ、その、知識を得るですね。まあ、言ったら、知っているのとやっているのは違うっていうところで言ったら、知ることはできたかもしれないけれども、実際にやることはできない人たちだったのかなっていうふうに思います。ただ、どこかで変われることはあるかもしれないので、それを行動に移せたらいいのかなっていうふうにも思ったんですね。なので、まあ、
話を聞くだけの人が多かったなっていうふうに思いました。で、ここで、思ったのは、まあ、それじゃちょっと難しいよねって、話を聞くだけで独立はできないよねって、自分で行動しないとダメだっていうところで、でも、これを抜け出すのってすごく難しくって、まあ、僕自身もそうでしたし、やっぱり独立する、まあ、言った不安もありますよね。仕事なかったらどうしようとか、今、この、例えば、ね、手取りで30万あるお金がなくなって、独立して10万になってしまったらどうしようとか、やっぱそういう不安とかもあると思うんで、まあ、僕が、独立の、その、どういうふうに独立したらいいかっていう話をするときとかの動画で話してたんで言ったら、まあ、掛け持ちでね、休みの日とかに活動したらどうですかっていうのは言うことがあったんですけれども、でもその休みの日に僕が言ったような、例えばチラシ配ったらどうとか、友達に、庭木持ってる実家があるところに、俺頑張りたいからさせてもらえへんって聞いてみたらどう、それやったら明日でもできるやろって言ってやったやつは、まあ誰一人としていなかったなっていうところで、まあそれぐらい、まあ聞くだけになってる人がたくさんいるのかなっていうふうに思いました。まあちょっと辛口のね、話で、ほんまに独立したいと思ってやる人からしたら、やっぱね、僕は独立した後のメリットとかも僕は思うことはたくさんあるんで、まあ、したら、でき、頑張ったらできると思うよって僕は、思うんですね。で、まあ、それがすごい、独立したい人に対しての、僕は思ったことですね。で、先日ですね、去年からですね、税理士さんにですね、税理士の先生ですね、に、まあ、確定申告だったりとか、これからの法人の、その税務のこととかをやっていってもらうようになったんですけれども、先日初めて、ちょっと、法人登記も終わって、まあ、あとはその、僕が役員報酬が社会保険やなんや、うんぬんかんぬんとか、そういうなんか細かい手続きですね、がちょっと一段落したので、まあ、税理士の先生の方とちょっと食事に行くことがあって、まあ、いろいろそこで、まあ、話をしてたんですね。で、まあ、僕自身は、他事業もちょっと展開してきたみたいな感じの話とかもしてて、で、それはなんでしたいんかとか、あとは、それで実際にやった人いるけど、うまくいかなかった人いるよ、みたいな話とかをいろいろ聞いたんですけれども、まあそこで先生が何が要因なんですかっていうふうに僕が、尋ねたところ、まあ言われたのはですね、それを仕事として覚悟を持ってトライしてないからうまくいかないパターンが多いですね、っていうことだったんですね。で、まあ、これはなんて言ったんですかね、独立して、例えば植木の仕事をしながら何か違うことをする時もそうですし、会社員をしながら独立するために何かする時もそうやと思うんですよね。この、まあ、要は何かをしながら何かをするっていう時に、サブでやることですね。これをやっぱ本気で、やる努力っていうのをしないと、やっぱり難しいって僕は思うんですよ。で、これはほんまに僕自身もそう思ってて、そうですね。まあ、この YouTube ですね。YouTube でですもう、まあ、絶対、収益化するまでやめないって僕は覚悟を決めてですね、まあ、真剣にトライして、今こうやってね、今も発信活動を続けながら、まあ、こんな風なつもりで独立しましたとか、こんな風なつもりで収益化して、これは個人事業として成り立たせましたって話をしてるんですけれども、やっぱりその覚悟を決めてですね、何かに取り組まないと難しい。やっぱり片手間で、できるほど副業であったりとか、自分でその0を1に変える力っていうのを手に入れるっていうのは、まあ、難しいなっていうふうに僕は思いました。YouTube でもそうですし、植木でもそうですし、まあ、他も、2つぐらい別の事業、してたことあるんですね。まあ、1個は、ちゃんとやってるんですけれども、もう1つ、まあ、物販の仕事とかでもそうなんですけども、そこではね、途中でね、仕事として捉えられなくなってやめてしまいました。本気度が少なかったというか、まあそこにやりがいを見出せなかったっていうのが僕の、まあ、結果的な失敗ではないけど経験やったかなっていうふうに思います。で、やっぱりなんて言ったらいいですかね。本気で打ち込む。副業やから、片手間で時間ないからやめとこうとか、じゃなくって、副業やけど、もう昼の仕事と同じぐらい本気でやったろって。思って、トライしたらですね、したらですね、僕はね、うまくいくんじゃないかなっていうふうに思います。で、その覚悟を決めて、何か一歩を踏み出すときっていうのは、
すごくね、勇気がいると思いますので、まあ、とにかく踏み出すっていうこと。まあ、これ僕自身にも言い聞かしてるんですけれどもね、今違う事業を始めたいと思ってるときに、やっぱり、こう、大きいお金が動くことをちょっと始めたいなと思ってるんで、やっぱりそれってすごく勇気がいるので、そこをね、今ね、悩みながらね、自分にもね、こう言い聞かせながら、一歩踏み出す勇気、そこから、こう、どうしていったらいいんやっていうのを考える、その、どういったですか、なんとかする力じゃないですけどね、そんなんができたらいいなっていうふうにも思います。まあ、それの結果が僕はこの YouTube のね、この登録者3万人かなっていうふうにも思います。で、おかげさまでですね、まあ、3万人以上登録者がいる植木屋さんって少ないかなとも思うので、まあ、なんとか、どういったんですかね、こう、継続して、このチャンネル運営をされてる植木屋さんに並べたかなっていうふうに思ってますので、まあ、これからですね、僕は違う方向性でですね、こう YouTube の植木の、ね、情報発信っていうのをやっていきたいなっていうふうにも思いますので、まあ、他のチャンネルがね、では見えないような、植木の、まあ、マル秘裏技だったりとか、植木屋が思ってることだったりとか、独立することだったりとか、いろいろ困難をね、ちょっと話できたらなっていうふうにも思いますので、ぜひですね、さらにね、僕も飛躍できるようにちょっと頑張っていくんで、9割の方がね、チャンネル登録されてないっていうふうにデータ出てるので、ぜひね、チャンネル登録していただいてですね、木原がまたなんか、変わったことし始めたなとか、なんか新しいことトライしてるなとか、そんなのをですね、面白おかしくですね、植木のそのハウトゥーだったり情報も含めて見ていただけたらなっていうふうにも思いますので、本当にね、今後ともよろしくお願いします。発信活動はね、少しちょっと緩やかにはなってますけれども、有益なね、情報を発信できるように僕も頑張りますので、今後ともね、よろしくお願いします。3万人達成動画でした。皆さんも今からね12月まで頑張らないといけない時期が近づいてきて、もうね今これ何時だろう、今何時かな、6時かな、6時ぐらい、もう日も沈んできてですね、動画を撮るにはなかなか難しい時間になってきたので、ね、この辺で終わろうと思いますけれどもね、まあ、頑張っていきましょうということで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。